心豊かな部屋、エビ堂さんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビ堂さんの伝統を大切にしながら、新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。市川エビ堂、小林真央さん、近藤真理恵さんら、アメバ42人のブログ、国立国会図書館に保存。サイバーエージェントは同社運営のアメバにおいて、歌舞伎俳優市川エビ堂、元フリーアナウンサー小林真央さん、片付けコンサルタント小林真理恵さんをはじめ、国内外で活躍するアスリートと文化人42人のブログが、現在社会における生の情報を記録する資料として、それらを保存し、後世に伝える意義は大きいとの理由から、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業 WARP に保存されたことを報告した。2017年にはアメバにおける小林真央さんと近藤真理恵さんのブログが、後世の研究者、一般社会のために貴重な記録として、スタンフォード大学東アジア図書館のウェブアーカイブコレクションへ保存されている。今回保存されることになった駅堂は、2013年4月のブログ開設から現在に至るまで、累計投稿数は5万件以上に上り、現在も更新頻度が全く衰えることなく、子どもたちとの日常や人生の大切な出来事を発信し続けている。14年4月には初代モストバリュアブルブロガーに認定されるほか、18年2月に開催されたブログオブザイヤー2018年では最優秀賞を受賞。ブログといえば市川エビ堂という不動のイメージを世間に定着させた。そんなエビ堂の妻である小林真央さんは、16年9月にブログという手段で癌の陰に隠れている、そんな自分とお別れしようと決めましたという強い意志のもと、ブログ心を開設し、約10ヶ月間で350人記事を更新。一記事一記事に込められたメッセージは多くの共感を呼び、国宝が伝えられてからの10日間で約1000万人の方が小林真央さんのブログを訪れると、ブログ読者をはじめ世界中の人々を勇気づけ、大きな影響を与えた。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。